こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日はニューポートビーチに行きましたという話です。今日はですね、ちょっとディナーさんのようで、コスタメサの方にね、来ております。今ちょうど見えてきたのはね、ちょうどジョンウェインという、飛行、空港ですね。ジョンウェインの空港のちょうどところで、この場所がですね、国内線ではあるんですけれども、今ここ見えているところにね、運が良ければ飛行機がですね、こう着陸していくのが見えるというそんな場所でありますが、残念ながらね、今撮ってる間にはね、飛行機は降りてきませんでした。さてですね、今日用があるということでね、こちらの方に来ているんですが、あんまりこちらの方には来ないんですよね。このちょっと手前にいつもご紹介しているサウスコーストプラザっていうのがあるんですけれども、こちらにはね、前回も動画のした通りよく来ておりますが、あまりねこのジョンウェイン空港の近くというところはねあんまり来ておりません。そういったもんですからね、めったに来ないところなので、今日はね、ちょっと用があったところに一番近い、ニューポートビーチというのをね、ご紹介したいと思っています。ちょうどね、用も済ませて、これから移動というか、もう3時半は過ぎているんですかね。今日はね、非常にいい天気で、気温も20度ぐらいですとかね、非常に今までちょっと寒かったもんですからね、雨も降ったりしたんですけれども、ちょうどねいい天気かなということでね、ニューポートビーチちょっと見に行きたいということでね、今車の方を走らせております。ご覧の通りね、高級住宅街ですのでね、すごくね道はゆったりしてますよね。我が家の方はね、やっぱり道そんなにゆったりしてませんし、家もねみんな古いんですが、ここは前回もご紹介した通り比較的ね新しい街並みなので、家は非常に綺麗だし、非常に豪華な家もね多いということなんですよね。ちょっとね、値段の方を調べますとね、やっぱりね2億円超えなんてざらにあるということで、どちらかというとお金持ちがたくさん住んでる場所ということになるかと思います。さてね、この道今走っているんですが、このちょうどね右側が、川なんですよね。でこの川がニューポートビーチの方の港にこうつながっているという形になっています。それでね、その川の名前がねサンディエゴリバーっていうんですよね。ここねサンディエゴではないんですが、名前はねサンディエゴリバーということになります。でパドルボートを夏やるので、ちょっとねいいとこはないかということでね、その辺でねボートが出廷できるいい場所ないかということでちょっと探しに来たんですがね、こちらはね出廷できるところありませんでした。でね、対岸の方にはね出廷できるところがあるってことは分かったので、すぐそのパドルボートをやるわけではないので、今回はね非常にね景色のいいサンディエゴリバーを見に来たということで、ちょうどねシロサギとかいましたね。とってもね素敵な場所です。それからね、今日はねそのニューポートビーチの、ピアを目指そうということで、今車を走らせてるんですがね、ご覧の通りもうガスってしまいました。しょうがないと思うんですよね。一番最低気温はね5、6度でいきなり昼間に20度ぐらい上がってしまいますとね、ご覧のようにねこうやってねガスってしまうんですよね。もうほとんどね前が見えない状態なんですがね、近くまで来たのでね、どんなところかということで、このピアは初めてですのでね、ちょっとね見に来てみました。駐車場がねやっぱり狭いですよね。今日はね平日なので、駐車場1つ2つは空いているのでここに止められたんですけれども、実際はねそう簡単にはね
休日は無理じゃないかななんていう場所です。さてね、車を駐車場に停めまして、このねニューポートビーチピアというところにね今ね歩いております。まあね、だいたいこの辺の、まあ、ビーチにありがちなというかよくある構成なんですけれどもね、このピアがあって、この両端にはそのビーチがあって、まあ、夏であればねここでたくさんの方々が、まあ、海水浴をするという形になって、でさらにねこの時期ですとね波も、まあ、天気は悪くても波はいいので、サーフボードをねやってる方々が結構多い場所じゃないかなと思います。今ねこんな天気でも実際ねサーファーがねサーフボードで波乗りをしてるんですよね。そんなね、場所をねちょろっと見ながら、おー寒そうという形でちょっと見ておりました。そしたらねなんかみんなが覗き込んでるんですよ。何をしてるのかなと思ってねちょっと見てみましたらね、これね砂のアートを作ってる人がいました。いやすごいなと思って、熊手みたいなものでねこうやってね絵を描いてるんですよ。でこれがね結構なアートでしてね、わーすごいなーなんて言いながらねちょっと上の方から写しておりました。なかなかねこういう大きなアート作品作るっていうのもね大変だなというふうに思います。こんな大きなアート作品に、ね、どうも一人でやってるみたいですよね。ちょっとねすごいなーなんて思いながら、ここをね見ておりました。そしてね、今ピアの方から戻ってきたんですが、まあピアの先にはねレストラン街があったり、それからお土産屋さんがあったりという、まあこの辺のねビーチとしてはまあありがちな感じですよね。そしてねここはねライフガードの詰所ということで、シティオークニューポートビーチということになっております。さてねそのねビーチのピアの付け根のところにいろいろなモニュメントがあるのでね、天気は悪かったんですけどちょっとこう映しております。まあね地球儀ではないんですが、なんかそういったねモニュメント結構素敵ですよね。天気が良かったら本当にいいかなというふうに思うんですけどね。そしてずらーっとこっちの方へ来てみますとね、何やらねサーファーの方だと思うんですけどね、サーフボードを持ってくれてる人のモニュメントがありました。でこの方ねベン・カールソンという人のようなんですよね。で調べてみたらここのライフガードで有名な方で、まあ、かなりのね500人超えの人を助けたっていう人で、どうもここに祭り立てられてるような感じでしたね。まあもちろんねこの人サーファーの大会にも出て有名だったという人でね、ああそういう方のねモニュメントがここにあるんだなと思いながら、天気が悪いので、ちょっと退散ということでね今駐車場の方から出てきております。もうね夕方とはいえねまだね4時、まあ5時ぐらいだったと思うんですよね。もうなんかね夕方っていうかねもう真っ暗になる感じですよね。でも実際に晴れていればねここにね夕日がさんさんと多分当たるようなところだったんじゃないかなというふうに思います。まあそんなこんなでねこちらの方はちょっと退散ということで、今ね家路に急ぐという形になっております。でここからねフリーウェイの55番を通っていくんですがね、実はねもうそこからロングビーチの近くに来たんですけれども、ご覧のように快晴なんですよね。ということでねこのちょうどその温度差がすごかったので、まあ水蒸気が出てしまってビーチのところだけガスっていたというようなね、そんな不運な一日でございました。これはねもっといい天気の時にねまたもう一回来たいなというふうに思いますね。我が家の近くはねこんなにね雲一つないね
綺麗な夕日だったということでね、いやこれはねちょっとね失敗したなということで、今度はねいい天気な時にぜひ行ってみたいなというふうに思っております。まあそんなこんなのねニューポートビーチでございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。